FM Gifu Global Music。グローカルミュージックです。今日は新曲が映画東京リベンジャーズの主題歌に決まりました。スーパービーバーからメッセージが届いています。それではスーパービーバーの皆さん、よろしくお願いします。あーパッと一言じゃ言い合わせないのが。 FM ギフトワイライトマジックをお聴きの皆さん、小島さんこんばんは。スーパービーバーです。こんばんは。ボーカルの渋谷です。ギターの柳沢です。ベースの江崎です。ラムの城です。よろしくお願いします。ということで我々スーパービーバーでございますけれども、はい、明日です。明日ですか。新しいシングル名前を呼ぶをリリースいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。明日ということは本日はフライングゲット日ということで、はい、そうですね。もしかしたらもう持ってるよというね、夕方のこの時間なんて持ってるよという方もいらっしゃるかもしれないんですけども、明日リリースとなります、はい、2021年に入りまして、もう早々2枚目のシングル、はい、早いですね。さん、どんな楽曲になったか教えていただいてもいいですか。はい、今回の名前を呼ぶよという楽曲はですね、はい、映画東京リベンジャーズの主題歌にも、うん、なっている楽曲です。で、まあ、今回ですね、まあ、すごく出会いについて今一度丁寧に歌えた一曲かなと思っております。はい、まあ、我々今年で結成17年目なんですけれども、まあ、すごくスーパービーバーらしいというかね、スーパービーバーの歩みそのものがギュッと詰まったような一曲にもなっていると思いますので、うん、ぜひぜひたくさん聴いていただけたら嬉しいなと思っております。はい、我々スーパービーバーコーメントも17年にやって、17年目に突入する活動をしているわけでございますけど、まだまだ知らないよという方もたくさんいらっしゃると思います。そうですね。スクリーンで我々の歌が聴けるというのも我々としてもとても貴重ですし、そうですね、実際ですね、バンを手に取って聴いてほしい楽曲がもうどの曲もそうなんですけど、実際こうバンを手に取っていただいて自宅のスピーカーから聞こえる我々の歌も格別だと思います。はい、ぜひ盤を手に取って聴いてみてください。よろしくお願いしま す。ということで我々スーパーエヴァーなんとですね、アリーナツアーですね、10月の9日と10日に、はい、日本アイシホールで5日間やります。その他にもですね、大阪城ホール、そして埼玉スーパーアリーナでも2日間やる。我々としてはですね、はい、地上最大規模となるアリーナツアーも行われますし、はい、8月の1日には岐阜にも行くんですね。行くんですよ、クラブ G という場所で、クラブ G に音声させていただきますので、はい、こちらですね、チケットもうないかもしれませんが、はい、来てくださいと言いたいと言いたいが、ね、外資もね、外資も注目してくださる。そう、もしも見られなかった場合、ポガショール来ていただけたら、はい、アリーナに立つ我々が見られるんじゃないのかと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ということで、それでは最後に我々スーパービーバー最新楽曲名前を呼ぶよを聞いてください。以上スーパービーバーでした。バイバイ。バイバイ。